Yo! A mi mala sangue ma repete o saca ron sai so meshi. Singing out now now now. Nami no ni tsuki no yatsu running bigger. Watch me right down sir. Uneri wa doko kara kiteru n daro? Hawaii no oki kara kiteru no kamo. Ame furi kaze fuki sore ga rutin. Chikyu no kokyu de so natteru no. Uneri wa doko kara kiteru n daro? Jibun ga ichiban ni noritai to. Asette wa umaku norete nai no. Anaze omoi dori ni naranai no. Mazu wa chikara kara nuite iku. Olympic no shin shumoku. Surfing.そのジュニア世界最高峰のサーフィンコンテスト、ビスラ ISA 世界ジュニアサーフィン選手権が日本の九州宮崎県日向市で開催。41カ国の地域の代表306人がエントリーし、頂点を目指してきたが、すでに半数以上のサーファーが姿を消した。いよいよ決着をつける時が来た。世界のジュニアたちが集う熱き戦い、2017ビスラ ISA 世界ジュニアサーフィン選手権。2017 9月23日から10月1日までの9日間にわたり、宮崎県日向市小倉川海岸において2017ビスラ ISA 世界ジュニアサーフィン選手権が開催された。本大会は世界最大規模の国際ジュニア大会で、世界ジュニアサーフィン選手権としては国内およびアジア初開催となり、国際サーフィン連盟 ISA 主催大会としては1990年に宮崎と新島で開催されて以来、27年ぶり2回目の宮崎開催となる。日本人選手は男女合わせて12名がエントリーしている。中でも地元開催とあって、ボーイズアンダー16にエントリーしている伊藤リアル選手にも期待が集まる中、すでに7名の選手が敗退している。早速残り5名の選手をハイライトで見てみよう。ボーイズアンダー16ラウンド4ヒート4に宮崎の星伊藤リアルと安土城が同じヒートで戦うことになった。少し緊張気味の白のジャージ伊藤リアル、百戦錬磨の黄色のジャージ安土城、対照的な2人がビーチに並びスタートを待った。赤のジャージのケイド・マツソンは2017年5月に開催されたリップカールグロムサーチインターナショナルファイナルで優勝している選手。I'm Cade Mattson, I'm 15 years old and I'm from San Clemente, California. Well, my goal is to definitely win the gold and for my team to also do really good and win the gold medal for our country. このワールドクラスの選手に日本の選手は勝てるのか。積極的に動き回った安土がテイクアウト。テールスライドのトップターン2発入れてきた。アメリカ合衆国のケイドが演技に入るが、波がよじれてビッグアクションが仕掛けられない。伊藤リアルがテイクオフ。セカンドターンでノーズが刺さりインコンプリート。結果1位は安土城。優勝候補のアメリカ合衆国のケイド・マツソンは3位、宮崎の星伊藤リアルは4位となり、リパチャージラウンドに回ることとなった。リパチャージに回された宮崎の星伊藤リアルがリパチャージラウンド6ヒート3に白のジャージで登場。ファーストウェーブをキャッチ、ワンアクションツーアクションカットバック、リエントリーを決めて好発進。ゲーム終盤ポイントが伸びないためか、大技エアーリバースを試みるも波の後ろに飛んでいってしまい失敗。急いで沖に向かうもタイムアップ。結果このヒート3位となり今大会を終了した。残念、お疲れ。ボーイズアンダー16リパチャージラウンド8ヒート2に鈴木仁が青のジャージで登場。後がない鈴木はビッグサイズの波を捕まえると一度波を発揮しスピードをつけて加速。
フィニッシュには縦に回るエアリバースを決めた。このヒート2位でラウンドアップを果たした。次のリパチャージ9では白のジャージで登場するも思うように波を捉えることができず4位で敗退。今大会を終了した。お疲れ。河合実がガールズアンダー18リパチャージラウンド8ヒート1に白のジャージで登場。このヒートを勝ち上がるとファイナルが見えてくる。ヒートがスタート。最初に仕掛けたのはネイス・ラルティックフランスがバックサイドサーフィンでリエントリーを決めてきた。河合が波に乗るも優先権を持つハワイのサマー・マセードが河合の前に立ちふさがる。黄色のジャージのブリサー・ヘネシー、昨年のチャンピオン、バックサイドサーフィンで3発入れてきた。河合もこの2人に割って入るもポイントが伸びない。ディフェンディングチャンピオンのブリサ・ヘネシーが良い波を捕まえ波を切り刻みロングライディング。河合も負けじと難度のある技をワイプアウトギリギリに攻めてくる。青のジャージのサマー・マセードが形の良い波をキャッチ。惚れ上がってきたセクションにビッグリエントリーを決めてきた。カウントダウンが始まる中、河合はバックサイドサーフィンで2発当て込みコンプリートしてきた。手応えがあったのかガッツポーズを見せジャッジにアピール。そしてヒートが終了。各選手ともビーチに上がり最終コールを待つ。そして最終結果が出され、1位2位はハワイチームがファイナルラウンドへ。河合実選手は4位となり、チームメイト、監督、コーチが見守る中、厳しい現実を河合は受け止め、みんなの輪から離れていった。ディビジョンが変わり、ボーイズアンダー16ラウンド6、いよいよ準決勝。これに勝ち上がるとファイナルラウンドが待っている。このヒートに顔を合わせたのは日本のエース安土城と神山キアヌクリス。そしてアメリカ合衆国の太郎渡辺が同じヒートに顔を合わせた。奇襲攻撃を仕掛けたのは安土城。ファーストターン、セカンドターン、まずまずのライディングを見せた。次に波を捉えたのは日本人の両親を持つアメリカ合衆国の太郎渡辺。いくつもの技を入れ込み高得点が期待できそうだ。ブラジルのルーカス・ヴィンセンテが演技をするが、波が小さいためかウェーブブレイクが綺麗でない。ロングライドするもポイントが伸びない。ゾーンに入ったのか神山がギアを上げてきた。技の一つ一つに綺麗が出てきた。結果激闘の末、アメリカ合衆国の太郎渡辺が1位、2位には神山キアヌクリスがファイナルラウンドに駒を進め、メダルが確定した。安土は3位となりリパチャージラウンドに回ることとなった。ボーイズアンダー16リパチャージラウンド10に安土城が赤のジャージで登場。何が何でも勝ち上がるんだと気合十分。波にアタックし続ける安土。普段表に表情を出さない安土だが、珍しく体全体を使った大きなパフォーマンスでガッツポーズを見せた。結果集中力を高めゾーンに入り込んだ安土がこのヒート1位で通過し、ファイナルラウンドへと駒を進め、メダルを確定した。ボーイズアンダー16ファイナル。赤のジャージには極真黒帯、アメリカ合衆国の太郎渡辺がシャワーを浴びて精神統一。ビーチマーシャルに現れたのはリパチャージラウンドから勝ち上がってきた安土城が黄色のジャージを日本人スタッフから受け取る。立つんだ城。ここまで負けなしでファイナルラウンドに勝ち上がってきた神山キアヌクリスが現れ、白のジャージを受け取り、両者ともゼッケンを身につけた。青のジャージにはブラジルのルーカス・ヴィンセンテ、彼もリパチャージラウンドから立ち上がってきた選手。ビーチでは波乗りジャパンの監督、コーチから最終作戦が告げられた。
そしていざ出陣。実はこの4名、一度メインラウンド6で対戦している因縁の相手だ。幾多の困難を乗り越え世界大会を戦ってきた男たちが今まさに新たな歴史を塗り替えようとしている。ファイナル。先制攻撃を仕掛けたのは白のジャージの神山キアヌ・クリス。大きなカーブから入ってきた。そしてもう一発加速しトップターン、そしてカービン、最後は合わせてリエントリーを決めてきた。安土ジョーが満を持してゆっくりとテイクオフ。大きなカーブで大量のスプレーを飛ばす。落ちてくるリップにロールイン。日本チームでスコアを分析する。ブラジルのルーカスがテイクオフ。ワンアクションツーアクション、またしても安土が2本目のライディング。こちらもワンアクションツーアクション。神山も勝負に出たのか、サーフボードを直角に当て込み高い得点を狙いに行くが、2回目のターンの後ノーズがボトムに刺さりインコンプリート、はい、ここまで息を潜めていたアメリカ合衆国の太郎渡辺が難度のあるトップターン3発入れ込み、その後カーブを繰り返しインサイドセクション、最後はきっちりリエントリーを決め演技をまとめてきた。ブラジルのルーカスも巻き返しにかかるバックサイドサーフィンで3発入れてきた。アメリカ合衆国の太郎が形の良いビッグサイズの波を捉え切り刻んでいく。さすが太郎、極真空手の黒帯、体幹ができている。ヒューガの波を知り尽くした太郎、インサイドセクションに入り最後まできっちり乗りこなしドヤ顔でアメリカチームを見つめる。そしてトップに躍り出た。安土がセットの波をつかみ限界ギリギリを攻めていくもセカンドターンでバランスを崩しインコンプリート。白のジャージに優先権が与えられていたが神山が安土に波を譲る形となり安土に逆転を委ねた。安土は期待に応えるように演技し続けていく。4発目を繰り出した後ノーズが引っかかり倒れてしまうが、最後に神山が演技に入る。そして終了のホーンが鳴り響いた。最終コールがなかなか出ない。ジャッジも協議しているようだ。そして待ちに待った最終コールが出され、安土ジョージャパンがゴールドメダルを手にした。今回過去最高の素晴らしい活躍を見せた波乗りジャパンはアンダー16ボーイズの安土ジョーが金メダル、神山キアヌ・クリスが銅メダルを獲得し、日本国別順位で過去最高の3位の銅メダルを獲得。3年後の東京オリンピックに向けた素晴らしい船出となった。 ISA が東京五輪前哨戦として開催した大会で飛び出した新星は東京五輪、さらに将来の世界王者を目指して3年後の東京五輪に向けて同じ日本の波で弾みをつけた。そして世界の演技を私たちに見せてくれた世界ジュニア大会、感動と勇気、県民が一体となった瞬間をありがとう。 See you next。 ここら辺でバイバイ。アンダーフィールドゴルフのファイナリストの皆さん、ありがとうございました。